不妊治療の保険適用に向け検討が進む中、三原淳子厚生労働副大臣が横浜市のクリニックを視察しました。三原副大臣は昨日午後4時半ごろから不妊治療の専門施設みなとみらい夢クリニックを訪れました。現在の助成制度では原則43歳未満が対象となっていますが、このクリニックでは患者の平均年齢が41歳で、年間およそ600人の赤ちゃんが生まれているということです。三原副大臣は院長などの説明を受けながら、およそ1時間受精卵を育てる無菌の培養室や患者のプライベートに配慮された診療室などを視察しました。精神的なナーバスな問題だと思いますので、こうした働き方であったりとか、治療に通う方々のその生活のサイクルですとか、医療従事者の皆様のサイクルであったりとか、そうしたことも今日は学ばせていただいたような気がいたしております。厚労省は保険適用までの措置として現在の助成制度を拡充する方針で、年末までに内容をまとめたいとしています。